UCC。 さあ今夜の特集はある画家にスポットを当てました、はい、子供の瞳をモチーフに描き続けている高文光三さんを作品とともにご紹介します。綺麗なお花見つけたよ。お母さんに叱られちゃった。澄み切った瞳が毎日が冒険の連続だった子供の頃へと見るものを誘います。先月神戸市内の百貨店で子供をモチーフにした絵画の個展が開かれました。これらの作品を手掛けたのは画家の高文光三さん。ファンはもとよりたまたま前を通りがかった人もキャンバスに微笑みかけられ思わず足を止めてしまいます。大人には当たり前の出来事もつぶらな瞳には偶然とびっくりの連続。作品は我が子そのもの、いつもそう語る高文さん。そしてその後にこう続けます。母親になって子供を産みたかったんです。物心ついた時から女の子に憧れる自分がいました。年を重ねても変わることのない思い、多感な思春期、周囲に悟られないよう無理に男らしく振る舞ってもみました。でもそれは素直な心を奥深くにしまい込み本当の自分に別れを告げるのと同じこと。中学の頃に始めた絵は不安な気持ちを紛らわすための手段にいつしか様変わりしていったのです。自分でずっと思い込んで、でも嘘じゃないですか。苦しかったです。だから毎日死にたい死にたい、もう生きてても仕方ないんじゃないかなみたいな、もう今とは全然正反対の考え方で暗い子ですね。人の目を見て喋らない子になりましたね。もう昔はただ手を動かすだけ、なんか絵を描いてないと何していいかわからないんですよ。もう絵しかないみたいな。それは高文さんが二十歳の時、託児所の指導員として生身の子供たちと体全体で触れ合ってから、正面からぶつかってくる子供たちと一緒になって泣いて笑いました。子供の目をこういう間近で見たことがなかったっていうか、が鏡に映り始めると黒丸だった子供の瞳が筆を動かすたびに澄み渡り優しく微笑みかけます。今日も楽しいこといっぱいあったね。高文さんのお母さんです。大阪泉南市で子供の大好きなケーキ屋さんを営んでいます。店内に彩りを添えるのは山あり谷ありの時間を乗り越えた自分の子供がくれた宝物です。悩んでたんでしょうけども、気がつかないっていうか、気がつきたくないっていう気持ちがありますよね。見て見ぬふりっていうかな。私も母親としてね、あ、私が悪いんかなとかね。主人と二人でよく喧嘩もしたんですよ。でもこの子の個性なんやわ、認めようよっていう風になってきたんですよ、夫婦でね。一番のファンにならないとね、え、好きですね、やっぱりこの子の絵っていうのはね。言いにくいけどちょっと人間的に大きくなったというか、もう子供の前で言いたくないですけどね。今は今年の暮れに出版予定の大人向け絵本の打ち合わせに追われる毎日です。絵本を読む大人が大きな子供になったらいいね。そう話す高文さんの目は
毎日新たな夢を見つける子供と同じでした。皆さんにプレゼントがあります。はい、ご覧いただいた高文高蔵さんのデビュー画集とレターセット3点をまとめて10人の方にプレゼントします。高文さんの直筆サイン入りです。ご希望の方は郵便番号 650-8536 サンテレビ報道部高文高蔵プレゼント係までお願いします。番組への感想もお書き添えくださいませ。あ、これこちら高文さんのサインですね。テントウムシも書いてあります。コマーシャルの後は野球の話題など、はい。